足尾銅山馬車鉄道は、足尾銅山周辺に付設されていた、基幹610ミ、mm、リメートルの鉄道で、足尾銅山で使用する資材や銅山で働く、人々とその家族、生活用品の輸送を担っていた、明治期の開業時の動力は馬、ま、大正末期に、ガソリン機関車に変わる。薄井重信は1934年9月20日に、本鉄道を訪れているが、 当時発行されていた鉄道軌道一覧には本鉄道は掲載されていなかったという。本鉄道高原木とその周辺の鉱山住宅の概念図1895年9月に開業。1925年にガソリン機関車を導入し、動力が馬からガソリン機関車に変わる。小滝赤倉間の約2 0トルの トロ道と呼ばれた区間を十時速十五キロメートルで走る。この区間の列車本数は1日15本。ガソリン機関車が客車を牽引して走り、ガソリンカートも、また、時間が正確なことから、定時、機関車の外観から、ひょっとことも呼ばれて親しまれた。1953年に輸送手段がトラックやバスにとって変わり、本鉄道は廃線となる。 明治期の開業時から大正末期のガソリン機関車入線まで馬が車両を牽引し物資や旅客を輸送した。ワールド工芸からガソリン機関車の鉄道模型が発売された。スケールは、ホーナロー。ウェブサイト印刷物。ありがとうございます。